はい、どうも、僕監督と申します。本日もワールドサッカーコレクションです。わさこれやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日、15時ですね、わさこれ動画の配信をしております。はい、ということで、やっていきましょう。まあ、先週ね、ディビジョン1にまたね、降格したんですけれども、まあ、ディビジョン1での戦いね、今のところ、まあ、ちょっと好調気味かな。まあ、5勝1敗1引き分けということで、勝ち点16で2位につけてますね。まあ、なんとかね、まあ、一周でね、プレミアの方にね、入り咲きたいなとは思ってます。はい、ということで、まあ、やっていきましょう。まあ、昨日ね、まあ、日本代表対、どこやったっけ。まあ、イラクとのね、一戦がありまして、まあ、そんなこんなで、まあ、今やってるイベントなんですけれども、このやってますね。今、日本代表応援イベントみたいな感じでね。サッカー日本代表、何やったかな、このイベントね。はい、団結グランドマッチ、日本代表、目指せ500万ポイント、サッカー日本代表、どんどん負けられない戦いがここにあるということでね、まあ、このイベントぼちぼち進めていってるんですけれども、まあ、その辺、まあ、報酬やら何やらで結構ね、ガチャ券がやっぱり溜まってきました。なんか、すごいね、もう今週、先週、今週と、何のイベントやったかな。先週やってたイベントが、スタンプマッチとか、スタンプマッチとかやってて、で、あとグランドマッチの報酬がまあこんな感じで結構ガチャ券あるんですよね。で、今日はね、そのガチャ券を全部すべて開封していきたいなと思います。はい、まあ、知ってる、ライト CLS ガチャ券はまたね、今度、勝手に回しとこうかなと思います。今ね、まあ、CLS の、まあ、ミキサーが来てないんでね、回したところで、どうしようもないんで。はい、ということで、まずね、コスト20以上ガチャ券、こちらからいきたいと思います。いきます。さあ。ここは期待したい。週に1回のね、ガチャ券回避という楽しみですけれどもね、オシオンから始まりました。幸先は良くないですが、はい、ジャギエルか、フィル・ジャギエルかですね、エバートン選手。次行きましょうか。結構、ね、もう最初の方なんかいっぱいガチャ券、あ、次行きましょう。これ、コスト21以上 CLS ガチャ券行きたいと思います。さあ、ここは期待したい。CLS は結構相性いいんだね。ひょっとしたら。ジェ。やばい、わかれ。モナコの選手、ジェメルソン。うん。コスト25ということで、ちょっと外れましたね。はい。次。どうしよう。どこや。あった。コスト22以上、NWS、ニューウェーブスターですね。こちらのガチャ券行きましょう。ニューウェーブスターはね、何やかんや結構コスト高い選手が来るんですけどね。なかなか当たりが来ないという。あれや。これなんか前も当たったね。ダビド・ネレス。被るのめっちゃ多いな。はい。次行きたいと思います。コスト22以上スタンプガチャ券。これスタンプガチャ券、スタンプマッチの、まあ、最終的な報酬ですね。さあ、ここは期待したい。結構ええぞ。いい感じで回ってるやん。んでもやっぱり金。すごいね。あ、初めてや、これ。アンデルソン。これ、ウィー入れでは結構ね、重宝して使ったりもするんですけど、フェリペ・アンデルソン。コスト26。こんなもんですね。はい。次。CS。コスト20以上ガチャ券、こちら行きたいと思います。ちょっとね、レベルを下げて、コスト20以上。ここ期待したい。いや、惜しい CLS かと思った。ペリシッチ、イヴァン・ペリシッチ、インテルの選手です。はい、次。ライト CLS、ライト CLS。ほんでもって、ジャパンガチャ券ですね。こちら行きましょう。はい。さあ、ここは期待したい。ちょっと微妙やな。これ、絶対無理やろ。しかし、可能性が 1% でもあるなら、ダメか。アンビリーバボー。はい、コンノです。はい、コンノ選手、コスト24。日本代表な。結構ガチャ券探すのも結構一苦労やな。なんかめっちゃもらってるな。いろんなもん。はい。日本代表ガチャ券、日本代表。そうやね。あと3つか。コスト、日本代表 NDS、NDG のね、ガチャ券が2枚と、ラストにコスト24以上ガチャ券、こちら行きたいと思います。それではまず日本 NDS、NDG 券、こちら回したいと思います。行きましょう。さあ、ここは期待したい。きついな、きついけど、さっきよりは全然マシや。いけ！あっと！来た！ジャパン NDS 初めてじゃん。香川や！やった！え？どうやろう？かなり違うわ。
香川みたいな顔してるけど違うやん、長きやん。え恥かいたわ。めっちゃ香川に似てるやん。10番ちゃうもんな、ね、よ見たら。長き行太。ファスト26。うわ。ちょっとめっちゃ香川に似てるやん。7番じゃないもんな、だって。長きやんか。はず。はい、続いていきましょうか、コスト。コストじゃない、日本 NDS、NDG 券。ギャッターまで言ったね。はずいわ、ほんま。行こう、次。日本代表。NDS もう一回蹴りたいけど、めっちゃ NDG 長なったね。しかし、しかし、遠いわ。小林勇気か。はい、コスト20ですね。あかん。もうなんか、めっちゃ喜んで落とされたみたいな気分ですね。はい、ラスト行きましょう。その喜びをね、ここで、再燃させるというかね。頑張ってここで逆転しましょう。コスト24以上ガチャ券。行きたいと思います。はい。さあ、ここは期待したい。24以上ともなるとね、やっぱこの絵面がいいですよね、並んでる。行きましょう。金をやめて。あー、金や。アンビリーバボー。残念、いつもあかんねん、金はな。ラカゼト。ラカゼトの、あー、コスト28。そうやな。こうなるわな。いやー、ということでね、まあガチャ券結構回してきましたけども、最後にまあミキサーね、蹴れるんやったら蹴って終わりましょうか。日本代表の NDS 結構微妙やからね、やっぱり。NDS ぐらい蹴れそうな気するけど。今手に入れた長きとかね。あかんわ。無理や。無理ですね。はい。あとは星5。ニューウェブスターとかもちょっと可能性あるんちゃう？無理か。早っ。NDG コスト5か。じゃあ星5。回せないっす。はい、前なんか結構回したよな。しゃあないな。ラストじゃあこれだけ蹴って終わろうか。最後な。ジャパンジャパン。日本代表の NDG 自体は微妙やしな。どっか行こうかなってちょっと思ってんけど、やめときます。コスト、ほんまに。日本代表の NDS が当たりそうやからな。それはちょっと微妙なんですよね。はい。ということで、最後もこれ NDG のね、まあ、ミキサーだけ回して終わりたいと思います。さあ、ここは期待したい。これで NDS に上がってくる。アカンかー。アンビリーバボー。はい。モンレアル。モンレアルめっちゃすべての ND、CLS、ND、あれ NDS やったかな？あ、ちゃうな。これは GCS か。GCS と、めっちゃ持ってるな、モンレアル。モンレアルだらけやで。はい、ということでね、まあ、あと最後にね、ちょっと選手のね、この前のね、イレブンの日か。で、イレブンの日にね、まあ、レベル、まあ、極み選手になったんですけれども、こちらですね、手足提言。まあ、能力的にはこんな感じなんですけど、まあ、ひょっとしたらキーパーって前聞いたことあるんですけどね、ディフェンス値、これが高い方がいいというふうに聞いたんですけどね、まあ、手足提言コスト32なんですけれども、まあ、今ね、使ってるのはこの、アリソン・ベッケル。ただね、このディフェンス中も1000を超えてるということで、こっちの方がひょっとしたらいいのかなと。果たして、まあ、どっちがいいのか、判断できへんねんけど、まあ、総合的な能力で見たら、こっち ?4556。の、まあ、手足提言の方が能力値は高いんやけども、ディフェンスのディフェンスの能力がね、もう892ということで、ひょっとしたら、アリソンの方がいいのかなということで、皆さん誰かご意見お聞かせください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。